さて先生、公園に来たわけですが、いよいよハンガリングですね。はい、そうですね。今回は初めてなので、公園という場所に絞ってですね、ハンガリングをしていきたいと思います。皆さん思い思いの場所にハンガリングをしていきましょう。ハンガーとハングが決まったら、いよいよハンガリングです。ハンガリングに細かいルールはありません。自分がここだと思った場所にどんどんハンガリングをしていきましょう。この首の、このアヒルのこの首にこうかかりませんね。これ太いね。本当に濃いのね、苦手なんだよね。どうしような、もう時間ないよね。どうしような、ハンガリングどこにしようかな。なんかいい場所ないかな。はい、というわけでですね、みんなハンガリング終わりましたので、発表に移りたいと思います。まず最初はリカちゃんからお願いします。私からですか？恥ずかしい。ではリカちゃんのハンガリングこちらです。どうぞ。おー、タイトルは町人です。女子高生が好きな人と待ち合わせをしていて、早く来ないかなって待ち焦がれている姿をハンガリングで表現してみました。はい、とても女の子らしいハンガリングだと思いますね。ですね、この腕をですね、こう肩にかけて、両腕を肩にかけて、こうちょっと抱きしめられてるよみたいなね、抱きしめてほしいみたいなことを表現することによって、とっても可愛らしい感じが出せていますね。あとこのハンガーの色もね、この赤いことによってこうキュートな印象を与えますね。はい、非常にコンセプチュアルでいいハンガリングだと思います。そうですね、すごいなんか見ていて和むというか、ほんわかするハンガリングですね。リカちゃんらしいね。ありがとうございます。リカちゃん、素晴らしいハンガリングありがとうございました。それではですね、次は私 BND のハンガリングを、ご覧遊ばせましょう。どうぞ。タイトルは必勝です。このハンガリングはですね、洗濯物の風にこう瞬く感じをですね、強調させて、大空を優雅に飛ぶ鳥のようなイメージで作りました。はい、こちらのハンガリングもですね、非常によくできてますね。まずこのですね、ハンガーを2つ使うというこのですね、大胆な発想がですね、とてもいいと思いますね。さすが PND さんといったところでしょうかね。この風を利用してですね、このハングに動きを持たせるっていう、かなりこれは高等なテクニックなんですが、それをやってしまうってことですごいハンガリングだと思います。それにですね、このハンガーの色、空の色、このシャツの色が見事にマッチしてですね、とてもこの大空の気持ちのいい感じがとてもよく出ています。はい、これは素晴らしいと思いますね。こんなに生き生きした洗濯物は僕は見たことがないので、はい、すごい動きがあっていいなと思いますね。いえいえいえ、今日はたまたまここ風があってよかったです。ありがとうございました。 PND でした。はい、では最後に斉藤さんのハンガリングを見たいと思います。一生懸命頑張りました。どうぞ見てください。では斉藤さんのハンガリングです。どうぞ。いや、もしかしてあそこにありました、ハンガリングです。枝にぶら下がってますね。タイトルは犬神家です。僕の場合ね、皆さんのようにそんなコンセプトとかはなくてですね、本当パッとひらめいたその情景を表現してみただけなのでですね、全然大したことないですね。はい、いえいえ、斉藤さん、そんなご謙遜なさらずとも、これもですね、非常にハイレベルなハンガリングですね。まずですね、この、絵的にこうすごくインパクトがありますね。この逆さに吊るすということで、このジーンズのフォルムというものをこう浮き立たせているのと、あとこのハンガーがですね、見事にこの木の枝とマッチしてですね、違和感がありませんね。あとこの
ですね、注目してほしいのがこの水に反射して映ったこの寺院ですね。これがとても美しいですね。反射してですね、まるでこの生えているのか垂れているのかわからないこの寺院の、この不思議な感じですね。とってもいいと思います。先生、これはすごく綺麗ですね。なんだろうな、こう水に反射したジーンズと風に揺られるジーンズがこうゆらゆらっとこう不思議な世界を表現していますね。このジーンズとジーンズのこの隙間がとっても何かこう異世界へ通じていそうな、そんな雰囲気ですね。斉藤さん、これはやはり計算でやられたんですか？いえいえ、そんな別もないですね。偶然です、偶然。本当に偶然でね、こうやって、本当に、ありがとうございます、本当に。さあ、というわけでね、今日は一日ハンガリングをやってきたわけですけども、女性先生どうしました？なんか、体中びしょ詰めですけど。いや、ちょっとですね、先ほど撮影中にトラブルがありましてですね、ちょっと池に転落したんですけども、ちょっと顔が黒くなってね、全身生臭いんですけども、はい、大丈夫です。それは大変でしたね。皆さんどうでした？今日一日初めてハンガリングをやってみて、最初はちょっと難しいかなって思ってたんですけど、やってみたら意外と簡単にできて、楽しくて、これからも続けていこうかなって思いました。ハンガリングはね、いいね。こうハンガリングする場所を探すときにこう足を動かしたりね、どこにしようかなってこう頭を使って考えたり、そういうことも体をね、使うんでね、健康にもいいかなっていうふうに思いましたね。そうですね、ハンガリングにはですね、こう自然とこう戯れるという要素もですねありますのでね、こう散歩がてらにハンガリングってことで、こうハンガリングをぜひこう日常にしてね、やっていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、ハンガリング講座いかがでしたでしょうか？皆さんもですね、ハンガリングにチャレンジしてみてください。それでは、さようなら。さようなら。